めっちゃお風呂上がりですね。で、半まで。カズ兄さん、ハートありがとう。わさっぴさん、タコさんありがとう。スイカとケーキめっちゃいいやん。カツ丼じゃないですよ。ケーキあるのかと思ったら今日誕生日だった。ピンクカメオさんおめでとう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアピンクカメオさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。すごい、なんでご家族が準備してくれてたってこと。優しいやん。ちょっと待って、みんな髪の毛乾かしたいんだけど、いい？髪の毛乾かして、ちょっと半分ぐらいになるけど顔乾かします。音にご注意ください。あの音消していい？あ、音消せんか。みんな音消せんねん。みなさん音量注意できますか？音量注意とかできる？これさ、音消してやった方がいい？消して乾かした方がいいかな。ボリュームみんなが下げるか、もう私が消しちゃうか、どっちがいい？どっちがいいかな。みんなのがボリューム落とすか、私がもう消すか。じゃあボリューム下げてください。髪の毛乾かしてきます。半分、まずこっち落としてね。ごめんね。思ったよりすごい音。ごめん。乾くのめっちゃ遅いんですよ。何分かかるか数えちゃって。
さん。やっと半分乾いてきたよ。やばボサボサ。みんな音量下げてください。待って、熱い。22度。星投げとカウントよろしくお願いします。皆さんドライヤーしてるので音量注意してください。今はクールモード。いやドライヤーで暑いんだよ、ドライヤーすると暑いよね。乾いたじゃない？半分乾いた。でもまだこっちがびしょびしょ。こっち半分やばいわ。乾かしたいけどこれをどう乾かすかだよな。ちょっと待ってね。意外といけるか。意外と大丈夫。分かった、こう抜けばいいね。分かった。椅子を引いて。あー、開いてる。いいよ。めっちゃ熱い。一瞬休憩、暑すぎ。はあ。
なかなかいい配信、本当ありがとう。褒められた。ドライヤーなんて公開したことないね。初めて。よいしょ。じゃあ行きます。まだ半分ぐらい乾いてます。うん、暑いよ。音量注意ですよ皆さん。めっちゃ髪の毛抜ける。乾かしてます、お姉ちゃん。うわ、暑い暑い。めっちゃ暑いわ。暑いよ、暑いよ。やば、暑い。何分かかるんだ一体。ねえ、いいですね。ちょっと待ってください。次、クールモード。それはびっくりするよ、そんな音聞いたら。工事現場かと思われちゃう。いや、熱っ。めっちゃ髪の毛抜ける。やば、うん、早く乾きません。あきのこの山さんめっちゃ可愛い。かわいい、ありがとう。え、待って、15分経ったらしい。こうアイロン、アイロンじゃない、髪の毛で。面白いね。
暑いよ。暑いよ。わあ。暑いわこりゃ。よいしょ。やばい。暑い。ちょっと待って。髪の毛がさ、めっちゃ抜けた。ひでりんごさん、だるまさんありがとう。待って、暑すぎ。うん。ドライヤー。暑いです。とても。でもめっちゃ乾いた。ちょっと待って、乾いたかな、ちゃんと。うん、乾いたな。あ、待って。ちょっと待って。アッキーさん、タコさん、ありがとう。これ無理そう。わーい。おう。え？うん？アッキーさん、だるまさんありがとう。しの太郎、ハートありがとう。静かなルームで星集め戻ってきたら爆音がさらにすごいって。そうだよね。元気になった、よかった。喉が良くなれば完璧って。なんか私と同じや、それ。1年前と一緒。きついよね、喉。暑いけど乾いたわ。みんなおかげさまで乾きました。乾いたよ、みんな髪の毛が。ほら、さっきの配信始めの時はびっちょびちょだったのに乾きました。イエーイ、乾いたよ。やったぜ。福留さんの卒業イベント良かったなって。嬉しい、ありがとう。乾かしてる間にどら焼き食べてた。あら、一緒にご飯食べようよ。そう、今ね、エイトの日のレッスンしてるから。関東ですよ。乾いた。待って、なんかさ、なんか刺された？かゆいぞ。髪長くなった？確かに伸びたかも。めっちゃ伸びたかもしれん。ねえ、何分かかった？みんな髪の毛乾かすの何分かかりました？はい、お疲れ、ありがとう。ドライヤーでお疲れ様って言ってくれるんや、優しいね。ドライヤーかけてるルーム他に探したけど、サウナだけでしたか。ありゃ。なんか刺された気がするよ。20分？待って、20分も乾かした？それは嘘だ。20分も？そんな乾かしたっけ？20分も乾かしたかな。まあ、ファンの方が20分っていうなら20分でしょうね。20分。
皆さんお待たせしました。20分、21分開始から、ほんと暑いね。21分もそんな暑い暑い空気を、暑いよ暑いよ。じゃあ気を取り直してご飯を食べたいと思います。それではいただきます。みんなも夜ご飯一緒に食べましょう。今日の夜ご飯はこちらです。どどん。今日の夜ご飯はですね、今日の夜ご飯なんでしょう。当ててください、当ててください。もうなんか大変だよ。はい、当ててください。やっとご飯です。配信してお風呂入って髪の毛乾かしたので、いつもと逆だったので順番が、カツサンド違うよ。あさっぴさんが食べたいものやん。お寿司食べたい。なんでしょ、髪の毛かか時間かかる、一緒。おむすび、そう、おむすび、何をおむすび、牛丼、違います、違います。ステーキ弁当、違います。ちなみに今日のお昼は、今日はお弁当があったんですよ。今日レッスンお弁当があって、今日は4種類ぐらいあったけど、でもうちは今味覚的に食べれるのは鮭が入ったおにぎり、あ違う、鮭が最近食べれるようになったので、鮭のお弁当しか食べれないんですね。で奇跡的に今日鮭のお弁当があったから、鮭のお弁当を今日食べました。鮭弁当、わかめおにぎり正解。今日もこちらわかめおにぎりです。おすすめ。今日の朝は鮭おにぎり、昨日のオンライン話し会の会場でいただいて帰った、持って帰った、セブンイレブンの鮭おにぎり朝食べて、お昼は鮭のお弁当食べて、夜はこれ。でもね、お弁当やっぱ食べれるものが、食べれないエリアがあるので、そこは残しました。そう、え、今日のは、そうそう、今日のは綺麗ですよ、形。みんなこれ食べよう、一緒に。それではいただきます。やっと夜ご飯、お弁当、奇跡で、え、そう、めっちゃ奇跡。あのさ、お弁当あってもね、いつもね、最近白いご飯の部分しか食べれんくて悲しい気持ちになるけど、昨日も鮭お弁当、鮭のお弁当が何置いてあって、何種類かある中で鮭があったから、昨日も鮭お弁当食べて、今日は違う種鮭お弁当、昨日は金兵衛の鮭弁当で、今日はなんか違うお弁当の鮭食べた。そう、いただきます。そんな変色なの、違う、今ね、味覚と嗅覚の問題で種類選ばんと食べれんと、そう、
初期弁当はサラのため違う違う、たまたま、うん、たまたまだからさ、なんかソースカツ弁当とか唐揚げ弁当とかそれこそ置いてあったりするっちゃけど今食べれないから、鮭弁当があるととてもありがたいんですよ。金兵衛の、そう、金兵衛の、うん、本橋の金兵衛、分からん、金兵衛、金兵衛、なんか魚屋さんのなんちゃらみたいなやつ、うん、たまたまよ。味の濃い薄いは分かる分かる、うん、最初の頃にかかったけど、うん、私も1年前にかかりました。で後遺症が続いてます。うん、その感じだよ金兵衛。そう、人気のロケ弁、あれが美味しい、なんかねひょろひょろのやつの明太子みたいなのついてるやつ美味しい。そう、今日はどこのやったかな、写真撮っちゃらん、眠たくなってきた、起きなさい寝る時間ってね、そう、そう、またね病院行っちゃったけどね、悲しいよね、治す方法ないって辛いよね。白滝、ああれ白滝やっちゃう、うーん、明太子の、そうそう、なんか炒めたような感じのやつ、なんか絡めたみたいな、あれ好き、あれは食べれるよ。あれとね、ね、あれと鮭を食べたんだ、うん、とご飯、ご飯買ってこようかなって。いってらっしゃい、有名、うん、金兵衛はねよくオンラインとかで食べるよ、うん、人気のお弁当、メンバーみんな大好き、今日の夜ご飯は何？
もぐもぐさん。確かに。今日もレッスンだったね。カレー、唐揚げ、つけ麺、いいね。牛肉と舞茸と小松菜の何山椒に、すごい。サワラのなんだっけこれ、麹漬け、違うかな。そうめんも食べれませんね。待って、形が崩れて食べづらいぞ。鶏天丼美味しそう。粕漬け残念。ドーナツ食べながら、この間は公演の日にゆうなさんからの差し入れでミスドのゴールデンチョコレート食べました。1年ぶりぐらいに食べたミスドのドーナツ。ちょっと食べづらい、待ってね。そう、ゴールデンチョコならいけるかなって思って、ゴールデンチョコ選んだ。食べ終わった。ごちそうさまでした。食べ終わった。みんななんか家族みたいだね。なんか嬉しいよ。ねえ、みんな聞いて、あのね、今ね、あの栄養ドリンクの味、栄養ドリンク飲んだら味やばいとよね。けど疲れちゃったから栄養ドリンク買ったの。それで飲んだ。そう、飲みました。ドーナツの差し入れならいつでも何でも任せて。食べたい、食べたいね。髪の毛染めちゃないね、茶色に見えるよね。でもね、なんかこの間の劇場公演の時にメイクさんに漆黒ぐらい黒いねって言われて、初めてそんなこと言われてびっくりした。
毎日飲んでるわ、大変。なんか今日、あ、この間は、ね、あ、チオビタ飲んで、今日はリポビタンデーにしました。なんか本当はショコラビビとか飲みたかったけど、でもショコラビビの味は本当にマジで今口にできんぐらい飲めんから、なんかグレープフルーツとかじゃん、あれフルーツ系は本当にしんどいので、しんどい中でもあのリポビタンデーとかチオビタならまだ我慢して飲めるので飲みました。そう、栄養ドリンク今飲んだら寝れんくなるんじゃないね。それ思ったっちゃけどさ、ショールーム始まる1分前ぐらい飲んだけど大丈夫かな。リポデーにしたよ。そう、何かと思った、みんな何飲んだかと思った逆に。あ、チョコラビービー、あ、ごめんなさい、チョコラビービーじゃなかった、チョコラビービーでした、すみません、はい、チョコラビービーです。リポでシール集めてるか、届いて、待って、捨てた、ちょっと待って、取るわ、わかった、ちょっと待って、ゴミ漁る、あったあった、すぐ、え、シール集めてんの、いいよ、あげるよ、この飲んだ証拠、え、あげる、あ、おいしょ、はい、どうぞ。はい、どうぞ。え、これ応募、ポイントを貯めよう、うん、ポイント、いる人どうぞ。自転車当たると、あ、あー、そういうこと、え、自転車、じゃあ私も当てようかな、え、1個じゃ当たんない、これ何個集めればいいと、何個集めればもらえる、集めようかな、じゃあ、な、自転車が当たると、5枚以内やったら集めれる自信あるわ。え、待って、60枚、ちょっとこれ捨てていいもん60本も飲まん絶対、うん、それやったら箱買いした方がいいね。あ、自転車は60枚、え、5枚ぐらいでなんかもらえるやつない、300枚集めたら何本飲んじゃった、それ毎日飲みよるやろ、300枚ってことは、え、5回応募できるね、ひでりんごさん、ハートありがとう、5回応募するとやば、300本飲んだってこと、箱買いがいいよ、え、でも60本も飲んだら多分肝臓悪くなるよなんかあるよね、なんかあるよ、あの栄養ドリンクとか飲みすぎたら、なんかプロテインとかも一緒やん、肝臓悪くなるみたいな、気をつけてねみんな。ヨギボ20枚、え、ヨギボもらえると、え、それ何名様、何名様、ヨビヨ、あーはー、ヨギボ、ヨギボ欲しい、え、20枚が最低、55型のレクサス、あ、違う、待って、何、55型のレグザ、レグザってなんレクサスが良かった、何これ、何これ、デイゾン、デイゾンってなん20枚が最低か、20枚ちょっと損したな、捨てたぞこの間1枚、あ、ダイソン待って待って待って、ダイソン
ダイソンか。あ、ダイソンごめんなさい。普通にダイソンですね、これは。レグザってな、テレビ。ヨギボ100人。え、いけるくない？ヨギボ欲しい。ヨギボ当たったら私に送ってください。レクサスもらえるなら俺も頑張る。あ、もらえるよ、多分。うん、頑張ったらね。ダイソンか。デイソンって言ったっけ。あ、これでポイント貯めるんですか。めっちゃ数字書いてあるけど。何ダイソンの何？空気清浄ファン。扇風機じゃなくて東芝のテレビ。え、いいね。ヨギボー欲しいよ。ヨギボー、ヨギボー当たったら私のものね、みんな。うん、覚えておいて。ヨギボー当たったら私のものです。保管しておいてください、劇場デビューまで。レクサス当たってもまあ取っておいてください。何？ユンジンバインでミラブル？ミラブルって何ですか？ミラブルって何？ミラブルって何？ヨギボ当ててよ。あ、ヨギボ高すぎてあった送れない。え、それはさ、でもさ、あのあれよ、ヨギボ買ったらさ無理やけどさ、あのリポビタンデーのシール集めたら当たったのでこれあげたいですってしたらいいじゃない。ダメやと。それでも当たったものでもダメ。シャワー、シャワーヘッド。何がシャワーヘッド？あ、ミラブルね。え、シャワーヘッドも欲しいね。いいね、いいね。あ、大きさの制限ある、最悪。じゃあちっちゃくして送ってください。あ、シール送ればいい。ありかも、ありかも。うん、じゃあシールでいいですよ。じゃあ、シールもちゃんと計算するのかな。ヨギボ100名様、ヨギボ当てて送る。ヨギボ当ててください。じゃあさ、ヨギボ当てたら宮崎空港に送ってってください。ブーゲンビリア空港に。お仕事の帰りに持って帰りますね。それやったらもらえるじゃない。絶対無理。あ、シールを手紙に貼り付けて送る、いいかもね。自転車30名。あ、それはちょっと難しいよ。ヨギボがいいって。ヨギボにしな。ヨギボって何？ヨギボ。あれ？何だっけ？待って。ヨボギ。ヨビギョ。え、なんだっけ？よびよ。あれ？待って、なんだっけ？あれ？ブーゲンビリア空港に、はい、当たったら、はい、送ってください。ヨギボ。あ、ヨギボだ。ヨギボ。それ。ヨギボ、ヨボギじゃなかった。ヨギボ、ヨギボ、ヨギ、ヨギ、ヨギビョ。あ、ヨギボ、ヨギボ、ヨギ、ヨギボ、ヨギボ、はい、ヨギボです。ヨギボなんか言い過ぎたらやくなる、注意、ご注意。ヨギボ、ヨギボ、あ、ヨギボって言えばいいね。ヨギボ、アクセント。
明日のスケジュールどんな感じになりそう？待って、明日のスケジュールちょっと待って、明日のまずメールが届いてるかどうかですね。明日のスケジュール、私のねリハのレッスンのスケジュールがまず届いてるかどうかわかんないので、ちょっと待っててください。ミラブルはマジック、ラッツーさん、お花ありがとう。届いてるかな。あー届いてるけど、ちょっと待ってね、これ届いててもさ、日本のスケジュールってそんなにギリギリに出てくる？夜に届くよ。今日は9時2分に届いてます。なつんさん、お花ありがとう。今日は9時2分にメール届いてますね。こんばんは。待って、明日は何時だろう。おっと、なるほど。ありゃ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 。え？お、あ？明日ちょっと休憩もあるね。休憩もあるけどさ、これ休憩の時間でも他のメンバーも配信するよな。でも、ちょっと待ってみんな。え、明日曲数やばいわ。やば、明日めっちゃ曲数ある。ちょっと待ってね。はい、で、はい、で、明日もね、今日に近い時刻になりそうですね。明日の方が曲数多い。明日は倍ぐらいある今日の。はい、朝配信は絶対ないです。朝からレッスンあるんで。夜すると思います。夜あと10分ありがとう。夜配信しますね。待って、ちょっと待ってみんな。リハスケ、え、明日2日よね。今日と同じくらいなら配信できないってこととことはないってことねって。そうですね。ちょっと待ってね。今日2日 ?2 日か。そうですね。明日も今日と同じぐらいプラス、もしかしたらレッスンの合間休憩中にどこかお部屋が空いてたら、お部屋が空いてたらというか、配信できそうなスペースが見つかったら、めっちゃゲリラかもしれませんけど、配信するかもしれません。1時から3時の間にもしかしたらするかもしれんけど、まあ夜やりますね。はい。
パースのかあこさん、ハートありがとう。うん、そうですね。明日はね、そうですね、まあ夜は7時半以降、7時半を8時くらいからかも。で夕方と1時から3時の間はもしかしたらするかもしれんけどって感じでいいですか皆さん。星を満帆にして待っててください。レッスン頑張ってください。ありがとう、優しいね。それではランキングを、ね、まだ早いねランキングも。うん、レッスン上の設定あるんだなんて分かんないよ。夜は配信します。でも明日も、明日めっちゃ大変やっちゃけど、明後日もやばいから、明後日やばいから、いや明日もめっちゃやばくて、その次の明後日もめっちゃやばいから、明後日結構重要な日なんですよ。そうだから重要やから、そうですね、明日はちょっと詰め詰めでやっちゃうかもしれないけど、明後日とイベント最後ですね。皆さん最後までよろしくお願いします。無理したらあかんねって優しい。でもイベントも3日までなので、皆さん、はい、うん、3時間近く配信できたらいいなって思ってるので。そう、1時間しか配信できんやったりした日もね最近あるから、本当に申し訳ないね。イベント参加中なのに本当にみんな合間を縫って見てくれてありがとうございます。そう、急に配信してもね、みんないつも見てくれて嬉しいです。うん、うん、ありがとう。イベント終わったらできる時間でいいから、できる限りしますね。できる限りします。たくさん配信、うん、そうね。そう、みんなのいろんな SNS でのコメントすごい届いてるし嬉しいです。アッキーさん、ハートありがとう。あと5分、ありがとう。今日はあと30分、11時半からって言ったっけ、あれ11時からって言ったっけ、11時からだっけな、ちょっと待って、配信するので見に来てくださいね。なんか怖っ、パチって言ったよね。11時からか、見に来てください。 HKT みくりんチームエイトさん、だるまさんありがとう。23時からね、了解です。レッスンはお仕事優先です。体調管理はもっと大事です。そう、無理せずのんびりと、優しい、ありがとう本当にみんな。じゃあそろそろランキング読んでいきますか。はい、ランキング読みますね。カズニーさんありがとう、こちらこそ。あーん、13位、シンさんありがとうございます。
12ふわふわさん、ありがとうございます。11こうちゃん、ありがとうございます。10位はギャルサットマク7連じゃそらのん、ありがとう。9位はピンクのくまさん、ありがとうございます。8位はひでりんごさん、ありがとうございます。7位はカラスのかこさん、ありがとうございます。6位は通天 2-13、 ありがとうございます。5位はわさっぴさん、ありがとう。4位はよしおさん、ありがとう。3位はあきさん、ありがとう。そして2位はあきのこの山さん、ありがとう。そして1位はカズニ、あと348日お誕生日までありがとう。はい、皆さん、ドライヤー配信、ドライヤー&ご飯配信、すごくうるさかったですが見てくださってありがとうございました。はーい、じゃあまた30分後に会いに来てほしいです。皆さん、星を集めて会いに来てください。星投げに来てください。シールも捨てないでくれてありがとうね。ヨギも欲しいな。ヨギも欲しいな。はい、それでは皆さん、あと1分ありがとうございました。ドライヤー、みんなのおかげで髪の毛が早く乾いて嬉しいです。髪の毛も乾いたし、ご飯も食べたし、お風呂にも入ったし、みんなのおかげ、やった。私はこの30分の間でダンスの復習します。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけん、ほい。大変そうだけど頑張ってね、ありがとう。頑張って覚えるね、ダンス。みんなのおかげで本当に頑張れます、うん、いつもありがとう。そう、755とかにさ、おはようって書いてくれてるたりするのもめっちゃ嬉しくて、そう、そういうなんか小さいことの積み重ねがめちゃくちゃ嬉しいので、皆さんおはようって言ってくださいね。それでは次は30分後にお会いしましょう。11時に会いに来てください。それではバイバーイ。バイバーイ。あきのこの山さん、かわいい、ありがとう。